はいどうも皆さんこんにちは、スタディクエスト塾長の内田です。今回は東進の日本酒の一問一答の使い方を解説していきたいと思います。皆さん、日本酒の学習は何を使って勉強していますか？教科書、実況中継、スタディサプリ、問題集などいろいろあるかなと思います。たくさんの勉強法がある中で、一問一答は知識のインプットとアウトプットに使える最強の参考書です。正直この1冊を完璧にできれば、他の参考書を使わなくても共通テスト9割、私立の入試で9割っていうのは可能になってきます。今回はそんな最強の日本史一問一答の使い方を解説していきたいと思います。チャンネル登録といいねをお願いします。ではやっていきましょう。東進の一問一答の特徴は3つあります。1個目は圧倒的な情報量が掲載されていること。見てもらえれば分かる通り分厚いですよね、ものすごく。このなので、この一冊には入試で最重要な超基礎のレベルの知識から、早慶など超難関大学でも問われるような超品質度が低い知識まで網羅されています。なのでこの参考書の知識を完璧にできれば、ほぼ全ての大学で通用することができます。一つ目が、覚える知識をレベル別に分類してくれている。先ほど情報量が多いと述べましたが、日本史の苦手な方には、いや情報量がたくさんあったら何を覚えていいかわかんねえよっていう人がいると思います。しかしそんな皆さんに朗報です。東進の一問一答は、覚えるべき知識を入試レベル、入試必須レベル、共通テストレベル、難関大レベル、超難関大学レベルの4つで分けてくれています。そのため、取り組む人によって覚えるレベルを分けて使うことができます。星3、星2、星1、星1、星0のように、分かれています。3つ目は、数詞の学習が可能であること。巷では、一問一答は断片的な知識のインプットしかできないからクソだ、なんていう言葉を僕は聞きます。でも私はそうではないと思っています。全ては使い方です。東進の一問一答は問題の配列が歴史の流れによって歴史の流れに沿って並べていて、歴史の流れも問題を解きながら学習できるように設計されています。これによって問題を解きながら歴史の流れを学ぶことができるという参考書になっております。以上が、日本史一問一答の特徴の説明です。次は取り組む人のレベルに合わせて使い方を話していきたいんですけれども、皆さんが動画を見てて気になる通り、なんでここまでやり込んだんだと言ってると、気になっている方がたくさんいるかなと思っているんですけど、その答えはですね、僕はなんでこうなったか、2つ理由があって、1つは、情報の一元化です。情報の一元化っていうのは、多分日本史を学習するときに通詞の教科書を読んだりとか問題集を解いたりとかして、いろんな情報が出てくると思うんですけど、それをまとめないと、どっかの参考書に一冊まとめないと、せっかく解いた問題も忘れちゃう、せっかく身につけた知識も忘れちゃうっていうことがあるので、僕はこのように書き込んだりとか、もうあらゆる問題集とか教科書の知識を全部書き込んだりとか、たまにこういう教科書出てくるような出てきたような写真を貼ったりとかして、知識をインプットして情報を一元化してきました。これはもう、やってました。2つ目は何で圧倒的な反復量です。これなんでボロボロになったかって、根本的にこれ貼っつけてたからじゃなくて、もう死ぬほど繰り返したからです。単純にそうなんですけど、やっぱ日本史って覚えるためには魔法のように覚える、一発で覚えられる教科じゃなくて、もう何回も何回も繰り返して覚えるっていうのが大事だと思うので、僕はそういう風にして1日1周ぐらいのペースで僕はやってました。僕は浪人の時は本当にこれ1日1周してました。1時間とか2時間とか、そういうぐらい毎日毎日使い込んだからこそ、こんなにも日本史はボロボロになっています。ここからが、次は取り組む、ここからは取り組む人のレベルに合わせた使い方を解説します。取り組むレベルは2つありまして、一つは日本史初学者から2等駒選手望のレベル、もう一つはそれ以上の上級者レベルという2つの構成で話していきたいと思います。
まずは日本酒初学者からニットコマ選手棒の人の使い方からいくんですが、このレベルの人たちってまずはしっかりと通詞の学習をしてください。実況中継や教科書、スタディサプリの伊藤外地の先生の授業など、まあ、何でもいいです。具体的な使い方はそれぞれの動画、私たちが出している動画で解説しているので、こちらをチェックしていただければなと思います。まあ、この動画を見てない方のためにざっくりとまとめると、通詞の参考書を読んだら自分で読んだ部分の流れを再現できるかを頭で確認してください。このような歴史の流れを作る作業がなければ一問一答をやっても断片的な暗記になってしまうので、使える知識にはなりません。また通詞が何も入ってない状態での一問一答の暗記ってめちゃくちゃ大変です。なのでまずは通詞のインプットをしておきましょう。その上で初めて日本史を勉強する人が大事にしなければいけないこと、2つ、圧倒的な反復、もう1つは情報を整理して覚える、この2つも大事にして覚えてください。日本史が苦手な人はまず圧倒的な量を目の前にして気が引けて、まあ、挫折するのかなと思ってます。だからこそ覚える知識には優先度をつけて覚えましょう。まあ、具体的には星3と星2のレベル、星3と星2のレベルだけ初学者は勉強しましょう。星3、星2の知識が完璧であれば共通テスト8割以上、ニットコマ線の合格のレベルにはいけます。まずは欲張らずにそのレベルの知識を完璧に覚えましょう。以前スタディクエストの動画でも出したように、まあ、暗記のコツの動画で話してるんですけど、暗記は圧倒的な反復量が大事です。何回も何回も繰り返さないと身につきません。一回繰り返しただけで覚えられるような魔法のものはありません。暗記の天才の河野玄太さんも圧倒的な量によって暗記をしています。受験生の中には天才はいるかもしれないんですけれども、まあ、そういう人はごく一部で、大多数は凡人です。もともとは僕もそうでした。凡人は圧倒的な量を繰り返して覚えましょう。少しちょっと長くなってしまったので、次回の動画で上級者編を解説していきたいと思います。では皆さん頑張ってください。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた会いましょう。バイ。